はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。安田でございます。白血病闘病生活の気晴らしに自宅から動画を配信していきます。この動画でね、僕みたいに白血病患者になってしまったたくさんの患者さん、そのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いします。はい、今日はね、ちょっと病院の先生の話なんですけどもね、まあ、その病院の先生のイメージっていうのは、まあ、皆さんいろいろあると思うんですけどもね、こうなんとなく冷たいイメージとか、こうちょっと説明してほしいなっていうような、なんか物足りないなって感じを思ってはる人も、まあ、そう少なくはないと思うんですよね、よく聞くんで。で、まあ、僕も最初そうやったんですけどね、まあ、その時が経つにつれて、僕もね、いろんな調べ物をして、いろんなことを質問して、質問攻めをしてしまうのがありましてですね、まあ、いてると思うんですよ、僕みたいに特殊な人がね、他にもね。まあ、その何でもかんでもこう質問をして聞いてみるとですね、まあ、案外意外とすんなり何でも答えてくれるんですよね、先生って。こう、まあ、1年の入院生活を経てそう感じたんですけどね。まあ、そのね、実際自分のことなんで隠してもらう必要もないと思うんですね。不安やから聞いてるだけやし、今から何するんですかってこう聞いて答えてもらうのもそうやし、まあ、何するんですかって何しますって言われますけど、それってどんなんですかってこう聞くのとかね、こう言われたまま、はいはい分かりましたって言ってその進むのもね、え、何それ何それって僕はちょっと興味が津々やったんで、すごい聞く方やったんですけどもね、え、まあ、そのね、自分自身の、ね、患者さんのね、体っていうのはどうなってるのか、どんな状態なのかっていうのを聞いても言葉を濁す先生は絶対いないと思うんですよね。まあ、いませんでしたし、まあ、聞きすぎて、しつこく聞きすぎて、そのイライラを隠されんかった先生もいますし、医学用語を並べられて何のこっちゃ分からん時もありましたけども、まあね、先生らもどう言っていいか分かれへんようなこともあると思うんですけども、それでもまあ僕食い下がらずにこう聞いて聞いて聞きまくっても、やっぱりその医学用語を並べられて、え、それって何それって何ってこう僕目をキラキラさせて聞いてたら、まあ、でも最終的にはすごい分かりやすく医学用語を使わずに例え話とかもしてもらって答えていただいたんですけどね、まあ、それでやっと理解できたんですよ。っていうかね、もうなんか論破された感じですね、ほんまにすごいな。別にこう僕もこう質問攻めて困らせたことわけじゃないんですけども、まあすごい聞きたかったっていうのがあって、そういう風なことになってしまっただけなんですけどね。まあ、他の患者さんもいる中、時間を取らせてしまって申し訳なかったなっていう風な今はそのいう気持ちです、ね。まあ、案外答えてくれるんでね、何でも聞いてみたらいいと思いますよ、皆さんもね。まあ、僕みたいに特殊なことはちょっと置いといてですけどね。まあ、今日はそんな感じでした。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思ってもらいましたら、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。本日のご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。